成長したな。この夏の時にやっと勝ちましたね。で、ドラッグが好きです。重い。あんたの意味が今わかる気がする。トラックを運ぶのは積んでくれる。誰かの笑顔を見たい。誰かを喜ばせたい。誰かを幸せにしたい。トラックはそんな思いを日本人に届けてる。そして、誰かを本気で思う気持ちがなければ、もう届けることなんてできるはずないんだよな。もう俺が教えることはない。あとはお前の思い、そして彼女らの思いを信じるだけだ。届いてくれ。俺たちの思い。もう七子ちゃんの手術は終わってる頃だろうか。頑張るって約束したもんな。うまくいっていい約決まってるさ。きっと。手なんだな。誰がおてんばですね。はいはい、夫婦喧嘩は犬も食べないんだよ。仲良くしなさいね。あお姉ちゃん照れてる。お顔真っ赤っか。もうななこったら。ちょっと今回これで終わりにしましょうか。次回はね、外伝
はもう終わっ、全部終わったはずなんで、ちょっとタイムアタックとかね、やると思います。